になりましたので、ただいまよりマッスル株式会社のブース前におきまして、介護ロボットの自動排泄処理装置ロボヘルパーラブの説明と実演を行っていきたいと思います。本日は大変お忙しい中、弊社マッスル株式会社のブースへお集まりいただきまして誠にありがとうございます。このまずあの自動排泄処理装置、この介護ロボットなんでございますが、そもそも何をする介護ロボットかといいますと、これあの主に寝たきりの方がですね、ベッドの上でそのこのカップ、このラムをつけていただきますとですね、このカップの中にあるセンサーが自動でですね、大便小便それぞれ反応してですね、吸引洗浄乾燥まで行うと、それ全て自動で行うというなかなか優れた介護ロボットだと思います。まずあのこの外のこのデザイン見てみますと、これがですね、あのこれ介護用品なんですけども、まあ、介護用品らしいカラムといいますか、ちょっとあのスッキリとしたシャープなデザインになっているわけですが、世界的デザイナー、工業デザイナーである北俊之先生のですね、デザイン監修によりこれデザインされております。でちょっとまずこの蓋を開けてみますと、まずあのこう青い大きなタンクが目に入ってきますが、これがあの吸引されたですね、汚物等が入る汚物タンクですね。この中にですね、汚物が入っているわけですね。今本物入ってる。ああ、そんなことある。で、そしてこの半透明のものがですね、こちらがあの給水、あの洗浄水タンクです。これがあの水道水、普通の水道水出てください。で、ちょっとポイントだけ説明するとですね、あのこれ水なんです。どういうことかというと冷たいんですね。あ、冷たいというか、まあ、室温と同じです。じゃあこの冷たい水をそのままこの体に出すかというと、そんなことはじゃなくて、必ず温水にして必ず体を洗ってくれます。じゃあ温水はどこで作るのかというと、普通はですね、あの温水タンクを持ってるんですよ。温水タンクを持って温水を出します。ところが弊社のこのロボヘルパーラブの特徴はですね、配管の中を通るだけで温水になるような、そういう装置をつけています。これをすることによって何がいいかといいますと、やはりあの汚物を扱うわけですから、その機械の中にですね、温水がずっと入ってるということは、あまりその雑菌の繁殖とあまり良くない。あともう一つが、温水タンクっていうのは実は絶対洗えないところにあるんですよ。それでもってこのようにタンクを外すと、目に見えるところを拭いてしまえば全部きれいになるというような構造になりますから、非常にこの清潔にできるわけですね。でこのような清潔構造にも、そしてさらにですね、あの洗浄の度ごとに実はこの専用の除菌タンクというのがありまして、この専用の除菌液を入れてですね、これを20倍希釈しまして、この除菌タンクに入れていただくと、そのかなりきれいになったこのおむつの方もですね、さらに除菌消臭して、またその自動運転に帰るというような動きをするようになっています。じゃあ具体的にちょっと見ていきましょう。まず本体の方はですね、以上で、こちらの方はですね、おむつカップユニットでございます。ちょっとすいません、デモのためにわざとちょっと丸裸の状態してます。本来はこれに専用のおむつシートとカバーがつきます。ただそれをつけておくとですね、ちょっと実演ができないので、ちょっと分かりやすいようにちょっと裸にしてますね。決してこのゴムの部分が直接肌に当たるわけではありません。でこのカップの中身にやっぱりいろんな秘密が隠されておりまして、この中に特殊センサーでもって大便、小便それぞれ実は区別するんです。つまりおしっこはおしっこ、うんちはうんちと判断してですね、それに洗浄作業に入っています。ちょっと見ていきます。すでにセットされておりますので、自動運転ですね。でこれがあの偽物のおしっこです。ちょっとこれですね、排尿があったということですね。つまりおしっこが入るとこれが自動で動き出すんですね。実はこれお湯です。お湯でですね、ずっと水洗トイレが流れるんです。ですので機械を見てみますと、当然洗浄ということでおしっこだというふうに機械が勝手に判断しているわけですね。でもうしばらく出すと実はこのお湯が止まります。でなぜそういうふうにですね、水が出たり、そして止まったり、止まりましたね。してるかと言いますと、これはですね、おしっこが出てすぐ動いちゃいますから、間違いなくおしっこが出てるときに動いてるんです。ですので、ちょっと長い時間運転させなければ、ただ出やすいんですが。ですので、結局、水がずーっと出しっぱなしですと、
この水の容量では足りなくなってしまいます。だから節水の意味で水をちょっと止める。でも綺麗にしないといけませんから出して、また止めて水を入れて節水しながらこのカップを綺麗にするということを行います。で、おしっこの場合にはですね、このカップ洗浄は2回で終わりまして、さあ便器は綺麗になった、次はですね体も洗いたいです。じゃあおしっこが出て、その後このように体も洗うためにこのようにウォシュレットのように人体の洗浄水が流れると、ちょっと見えづらいかもしれませんが、実は3箇所から出てます。この実は陰部とですね、そして肛門、そして肛門とですね、実は3箇所から流して体もまんべんなくきれいにしてくれるんですね。この陰部の洗浄水もですね、例えばこっから陰部、こちらから肛門、こちらから肛門と実は洗うようになった、その陰部の洗浄水もまっすぐ行くんじゃなくて揺れるようになる、実はこの穴の径を設計してやる、そこまで考えてるんですね。で、これでですね、カップの部分もきれいになりましたし、体もきれいになりました。で、実はさらにね、なんかまた流れました、これ除菌液なんですよ。これが先ほど説明しましたけれども、この除菌液をですね、最後流してこの汚れたであろうカップとですね、この汚物が通ったホースの部分を除菌消臭して、また次の自動運転で待ってる、つまり次の排泄を待ってるということです。ちょっと中開けてもらってみてください。先ほど説明しましたけども、こちらがその洗浄水ですね。ですので少し減ってます。これがカップの洗浄水と施設があるんです。で、こちらの方が除菌液ですね。最後これがトリートメントということで除菌液が流れてあるんです。これでカップも体も非常にきれい、そして清潔になった状態保たれますね。さあ続いてですね、今度は内面もちょっとテストしてみましょう。内面をテストする意味でですね、協力してもらうのわかめ味噌ですねちょっとお味噌でですね、ちょっとテストしてみましょう。さあ同じようにですね、自動運転のままでこう言いますから、このお味噌ですね、ちょっと粘り気のあるお味噌ですから、これがどういう風に流れるかね、ぜひ見ていただきたいんですけども、最初ですね、絶対あの体の洗浄水流れませんので、近くで皆さん見ていただきたいんですが、この自動運転になっているここにですね、映りますかね、ちょっと低くから映ったらいいかもしれません。このカップの中にですね、お味噌、うちのあるお味噌が入りました。そうするとこういう具合で、大体ですね、この1回のですね、これぐらいの音ですと、ほとんど最初のインパクトでほとんど綺麗に流れてきます。ちょうど今、ちょうど水が残ってますね。ちょうどいいんです。で、このなぜですね、こんな風にシュシュッと綺麗に流れてしまうかっていうのを、ちょっとご説明します。これがちょっとどうだか、ぜひ見ていってください。さあ、ですね、まずメカニズムをちょっと説明しますね。で、これ実は掃除機と同じなんですけれども、ただ掃除してるだけではないんですよ。実はこの前の方からずっとこう押しています。で、吸うわけですね。つまり吸った空気のほとんどを実は戻してるんです。ただしですね、ちょっと中でバイパス回路があって、少しだけ少しだけ不圧になるようになってるんです。で、なぜ不圧になるようにするかって言いますと、例えばこれをつける方はですね、綺麗な仰向きでお休みになりません。だいたいこう斜め30度とか45度ぐらい必ず斜めになってるんですね。その時にちょっとした隙間があっても、ここから空気が吸い込むような効果になりますから、若干不圧にしていく。あとは非常にその不圧にすることで、実はこのカップの汚物の中ですごく良くなるんですね。ですので、どれぐらい例えば吸ってるかといいますと、例えばこんなふうに逆勾配、つまり坂道作ってみました。両手下がってますから、なかなか合わないこの坂道ですね。で、この坂道をですね、何の問題なくですね、こう登っていくわけですから、それぐらい勢いよくカップの底っていうのは流れてる。でも、このカップ全体はですね、少しわかる、ちょっとだけわかる、不圧になってるの分かりますかね。ちょっとこれがへこみますよね。
作業弱く不圧になっているんです。それは全て圧力コントロールされているですから、非常に安全にしかも確実にきれいになるということでできています。大便と小便のですね、洗浄の違いっていうのは、当然大便は排泄に時間がかかりますから、やっぱり長くきれいにしなければいけません。で、おしっこはですね、このカップの洗浄を2回行いましたけども、大便はこれを4回行います。で、あと大便と小便の一番の違いはやっぱり、肛門周りが汚れてるわけです。じゃあ普通のウォシュレットはですね、あんた開いてるんですけど、ちょっと語弊がありますけど、まあ今は洗いやすいですね。ところがこれをつけてらっしゃる方だったらまた閉じてるわけです。その閉じた股の奥の肛門をどう洗うか非常に問題なんですが、実は一気にお湯で洗います。あ、ちょっと今わかりますか、すんごく流れてるんですよこれ。とても手では押さえられません。先ほどはですね、おしっこで分かりやすいために手で塞ぎましたけども、ものすごい大量に流れるがためにですね、ちょっとこのモデルでですね、わざと押さえてます。で、これ手で押さえようもんだらこれ全部水浸しになるんだ。大量の水、正確にはお湯ですね、お湯で洗いますから、これで非常に閉じた股のところまできれいに洗うように設計されています。で、そしてこれでカップ、つまり便器部分も体もきれいになってましたので、もうほとんどこれで終わっていいんです。終わっていいんですけども、ただしやはりここで先ほどおしっこと同じようにですね、中のバルブが引っかかって専用の除菌液がやはりこのそのカップの方に除菌導入して、また次の自動運転に入るというようになっています。つまりこの流れ、これが除菌液ですね。除菌液が流れて、そして止まる。そしてまた次の排泄を待っている。ですので、この自動排泄処理装置ロボヘルパーラブをですね、装着して休みますと、結局夜セットして朝までそのままで OK。 つまり夜間のおむつ交換というですね、大変な作業からこの仕事から解放してくれますので、介護の環境が劇的に変わるんです。つまり有効に昼間を使えるようになりますから、仕事を働いてもいいですし、より質の高い介護を昼間にできるわけです。ですので、実はこれですね、24時間つけるというよりも、やはり介護の手が薄くなる夜間に使う。で、やっぱり昼間はちゃんと人の手で介護しましょうというのがあくまで基本でございます。そうするとやはりより質が高く、より良いですね、介護生活を送れるのではないかというふうに思っております。弊社アートマッスルではですね、ちょっと後ろにある黄色の勢いですね、サスケくんといいまして、これはベッドからですね、車椅子へ移乗、移す、乗せるという言葉で移乗って呼んでるんですけども、移乗のですね、アシストするロボットを現在開発中でございます。またこちらの方でですね、このロボット店でございますので、AC サーボモーターのですね、アクチュエーター一体型のですね、ソフトウェア込みの非常にコンパクトなものが並んでおりますので、ぜひブースとゆっくりご覧になってみてくださいませ。値段的にはいくらなんですか？ちなみに、はい、まだ値段的にはまだこれからなんですが、60万円前後予定してます。これもどっかで試験運転とかなんかやられてる、はい、今ちょうどやってます。病院かなんかで、はいですね、ちょうど今これで、この全く同じモデル今ちょうど結構台数作りました。今最終仕上げですね。で、